はい、おはようございます。ラスカルでございます。いや、ついに買ってきてしまいました。 YouTube 的にはちょっとね、一波遅れた感じになってるんですけど、どうしてもね、辛いもの好きとしては食べなくてはいけないなと思った商品がございまして、こちらでございます。ペヤングの極激辛でございます。このメニューね、 YouTube 見てる人はまあもちろんご存知かとは思うんですけど、まあ、ペヤングさん、あの辛いものシリーズ結構出されてまして、それの最新作、一番辛いものとなります。一応辛いものシリーズっていくつか出てて、もともとはあの激辛ペヤングってのがあったんですけど、その次にもっと激辛っていうものがありまして、それが元々の激辛の2倍で、次に出たのが、マックスエンドで、マックスエンドがもっと激辛の2倍、今回この極激辛っていうのがマックスエンドの約3倍らしいです。でも他の方の動画とかね、レビューを見るとめちゃめちゃ辛いらしいんですけど、僕ね、まあ辛いものは好きなので、これをぜひ食べてみたいなと。ただまあ僕、大食い系 YouTuber ではあるので、ちょっと1個じゃ足らないと思いまして、今回はね、5つ一気に食べていこうと思います。まあ別に早食いってわけではないんですけど、一応ね、完食タイムも測りながら、こちらの極激辛ペヤング5つ食べていこうと思います。はい、ということでね、今5つね、お湯の方はちょっと入れてきました。ソースはまだ入れてないんですけど、あのね、こんな感じなんだよね。極激辛ソースって書いてあるんだけど、めっちゃ辛そうなんだよね。非常に辛み成分が強いので、十分にご注意くださいってことです。絶対辛いよね。開けていきます。ちょっとソースの方入れていこうかな。見えるかな。うわ、真っ赤。赤。え、ソース多くない？1個。あ、匂いでもすでにめっちゃ辛いわ。ちょっと一回全部かけて。ちょっと今入れ終わったんで、一個ずつ混ぜていきます。よっ。匂いは、やばい。なんか今までの激辛シリーズのやつのソースって、ちゃんとソースの匂いだったんだけど、鼻にこうガッてくるような辛い香りがね、今回はがっつりしてる。今までのシリーズと違うかもしれない、これ。はい、ってことで今準備の方が整いましたが、あ、匂いやばいかもしれない。ツンとする辛い匂いがね、今充満しておりますが、もちろん匂いはね、美味しそうなんで、ちょっと早速これね、5つ大食いに挑戦していこうかと思います。やばい、超ドキドキするけど、まあ行きましょうか。じゃあ早速、よいしょ。はい、いただきます。よし、じゃあまずは1個目ね。1個目、こんな感じ。いやー、よいしょ。あ、これか、これ辛いわ。すげえ。あ、これ5個いけるかな。あ、キャベツが甘くてうまい。1個目完食。これ辛いかもしれない。プルダックの2倍とかよりもちょっと辛い気がするんだよね。あのプルダック系とかってじわーってずっと辛いんだけど、これはね、爆発力がすごい。ザンってもう一気に辛くなるわ、これ。カレー、
ほんのりどっかにソースが、甘いソースがいるんだけど、基本辛い。はい、2個目完食。3個目。あー、これ辛いな。牛乳。乳製品優しい。あ、でもそれでも痛い。これめっちゃ辛い。あ、辛いな。痛いってか、もう。勝手にね、鼻が出てくる。これすごい。これはい、3個目完食。これ、ね、牛乳飲めたくなるけど、なんか水分取ると一瞬だけね、余計辛くなるんだよね。あ、取らない方がいいかも。めっちゃ辛い。もう何分？ 6 分。マヨネーズとか入れたい。味変して。はい、4個目完食でございます。最後のこれ5個目、なんか鼻の下まで痛くなってきた。ビリビリする。息吸うたびに痛いもん。なんかなんかくしゃみ出る。やばいやばい。最初の時みたいにすすれないもん、辛くて。はい、5個目完食でございます。ごちそうさまでした。はい、何分これ。10分6秒。やべ、飲み終わっちゃった。あ、ダメだ。早く食べたい。辛い辛い。行くよ行くよ。うまい。な、でも辛い。シュークリーム。めちゃめちゃ辛い。量食べたからやばかったね。味はね、めちゃめちゃ美味しいんだよ。ペヤングさんだからやっぱ
もともとの味は美味しいんだけど、どんどん辛みが蓄積されて、もう途中からやばかったわ。でもごめん、正直ここまではね、ほとんどの YouTuber さんがまあやってる、まあこれが1個だろうが5個だろうがあんまり変わらないと思います。1個だったら美味しく食えるレベルだから、この1個ちょっともうちょっと辛くしたいなと。僕が以前ね、ちょっと悶絶したカプサイシンソースを入れて食べようかなと思うんだけども、牛乳もデザートもないんだよな。とりあえずね、それをまず作ってきます。はい、ってことでね、今お湯の方が入れ終わりました。まあちょっとソースは入れてないんだけど、このソースプラス以前ね、ちょっと辛すぎて悶絶したこれ、カプサイシンソースも追加してね、さらに辛く、ごくごくごく激辛にセルフでしていこうかと思います。ただね、あまりにも多分辛いと思うから、これもうヨーグルト、生クリーム生クリームこうやってね、ちょっとジュースとかも用意してありますんで、ちょっとソースの色の違いをセパレートで入れて分けてみますね。これほんとマジでね、あんまかけすぎらんないから、ちょっとだけかけるけど、あやばい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 、一応こんな感じこっちがね、まあ元々の激辛ソースで、こっちはカプサイシンソース。やっぱこうやって見ると、まあ激辛ソースね、もちろんソースが入ってる分ちょっと黒いっていうか茶色っぽいんだね。匂いがもうこんな感じ、見た目こんな感じ。まあさっきとあんまり変わり映えはしないけど、もうね、匂いがね全然段違いなんですよね。湯気が超むせる。じゃちょっとこれも一応測ろうか。ごくごくごく激辛が果たして何分で食えんのか。ちょっとやばい匂いしてるんですけど、てかもうこのソースやばいの知ってるから、とりあえずこんな感じで、はい、いただきます。よいしょ。これ、おお、ちょっともう二口目怖いんだけど。入ってる最中はいいんだけど、飲み込んでなくなった後がね、やばい。これ勢いでいくしか、勢いでいくしかない、これ。